さあ試合再開となります。少し方向を変わりまして、今度は福岡サンズ画面向かって左から右に攻める形に変わっております。福岡サンズファーストアウト、遅い、ナイスパスです。ここで一気にタッチダウンでのパスを投じましたが、このパスをオール九州23番見事に対応しまして、このパスを防いでおります。素晴らしいパスディフェンスを見せましたのはオール九州23番の河津、熊本ラーベリックス出身のプレイヤーです。 X リーグではいつも福岡サンズはああいう形でタッチダウンを取っている光景よく見るのですが、素晴らしいパスカットです。さあ福岡サンズしかし優位は変わりません。ボールオン相手陣13ヤードからセカンダウンテ、さあセカンダウン、左奥にトスをしまして展開を図らせましたが、これをオール九州0番36番見事対応しまして、このダウン阻止しております。素晴らしいディフェンス決めましたのはオール九州0番のユニフォームからの派遣、そして36番のプレイヤー、村原がフロントのエキスタープレイヤーです。さあここでサーダウンに入りました。福岡サンズこれを突破できるでしょうか。パス成功、タッチダウン。ここでパスプレーに出ました。得意のパスを奥に走り込んだ場合、石井は16番に決めまして10番これを15番に通りまして、中央はこれを見事にタッチしまして、ガチャ福岡さんこの状況を見事ガイドレシーバー15番の2番目というのパスによってタッチダウンに結びつけました。6点追加となっています。そしてトライ4ポイントに入ります。キック成功、1点追加、クレアレス福岡サンズ14点、オール九州0点、その差、追加地点と変わりました。先ほど得点を挙げました福岡サンズのキックオフで試合再開となります。さあ点を入れた福岡サンズのキックから試合再開、さあオール九州リターンに入るか、さあタックルかわしている、チャージをかわしながら左奥に展開破壊突破狙いましたが、次に20ヤード付近にとどまっております。しかし素晴らしい粘りを見せましたのはオール九州23番のカーズでした。熊本オーレックスのプレイヤーです。さあオール九州の攻撃です。さあ反撃なるでしょうか。オール九州ボールを次に19ヤードからのファーストアウト、このフィールドポジションを抜け出したいところ、さあまず中央へのアンプレーを展開しました。何枠10番にハンドオフしまして、10番中央に体をねじ込みまして約1ヤードのゲインとしています。16番高橋選手になっておりました。オール九州ボール九州10番は有本です。ユニコーンの選手です。オール九州セカンダウン9、パス不成功、ここでクォーターの後半2位14得点しまして、アイドレシーは15番にパスを通りました。し
かしこのパスはディフェンスのカバーがありましてパス成功となっています。ダウン1つ変わりましてサードに変わります。さあそしてサーダンとなりました。ここを更新できなければカウントとなりサンズオフェンスになってしまうのでしょうか。是が非でも更新したいところボール吸収。ここでオプションプレーによりクォーターバック5番突破を図らんというところでしたが、これは福岡サンズも対応して始めております。このランによる突破ならずフォースダウンに入ります。さあなんとフォースダウンになります。ボール球種フォーメーションを変えましてバンクフォーメーションを取ります。バンクは先ほどもありました通り陣地挽回を図るプレーです。しかし攻撃は攻撃する格好に変わります。近畿大学藤田選手、綺麗なパント。このパント、福岡サンズ、リターナー17番、果敢に中央を動かしまして、ハーフウェイを超えたところで攻守交代となります。攻撃権とありまして、福岡サンズに攻撃権を結びます。約6ヤードから7ヤードのゲインに変えています。パスキャッチしましたルーカンは関西学院大学出身のプレイヤーです。福岡サンズセカンドダウン4、レシーバーさんに固まるマーチフォーメーション、ここで中央からのプレーを投入しました。東証なんで前半の突破を期待したところですが、これを本球集49番見事な中3にタックル、足を刈り取るタックルによってノーゲインに変えています。見事芸術的なタックルを決めましたが、ボール球集49番見事九州大学出身、九州大学3年生です。福岡さんでサーダウン4、パスター。ここで左に展開したワイドレシーバー2番にクォーターバック11番パスを投じまして2番これをキャッチし攻撃権更新です。福岡さんのパスター見事なキャッチを決めましたがワイドレシーバー2番の上代西南学院大学出身です。見事なインターセプトを決めましたのはオール九州20番の寺田、福岡教育大学出身の2年生です。イエローのフラッグが落ちております。しかしここでイエローフラッグ反則が発生した模様です。さあこれは果たしてどのタイミングで発生したものでしょうか。注目しましょう。
ルマンプレー終了後にアンスポーツマンライフコンタクト、スポーツマンにふさわしくない行為があったという反則がありました。少しインターセプトの嬉しさでオーバーセレブレーション、派手なパフォーマンスがこの反則として適用された模様です。しかしインターセプトそのものは成立しておりますので攻守交代となりました。オール九州事前18ヤードからの攻撃に入ります。オール九州ファーストアンテン、オール九州9番プレーアクションから中央切れ込んだレシーバーにパスを通りましたが、これをサンズディフェンダーが見事にパスカットし防いでおります。あわやインターセプトになるかという鮮やかなプレーでした。さあしかし攻撃はオール九州継続です。ボールの自陣19ヤードからセカンドアウンテン、クォーターバック5番プレイアクションからパスを投じようとしましたがディフェンスがプレッシャーに増してスクラム、やりオープンに展開しました。ランプレーに変えています。結果的に約4ヤードから5ヤードのゲインに変えています。クォーターバック5番は吉浦、九州熊本オーレックスのプレイヤーです。オール九州サーダウンセル、さあオール九州ツーバイツーマスプレーの体験どう出るか。インターセプト、ターンオーバー、インターセプト、ここでクォーターバック球団がパスプレーで突破を図りましたが、そのパスをダイビングキャッチで飛び出したのフランス福岡キャプテンリョウちゃん、インターセプトで攻守交代となります。ターンオーバー、攻撃権とありまして福岡キャプテンに移ります。素晴らしいインターセプトを決めましたのは九州福岡キャプテン21番の黒土、仙台の国だとして広くやります。さあ投手が目まぐるしく交代します。福岡サンズ、パス成功、タッチダウン、コースが変わって打ちながらタッチダウン、ここで福岡さんが一気にエンドゾーンを狙いました。奥に空いていましたバレーシーは10番そのままこれをキャッチし相手ディフェンスを振り切ってそのままエンドゾーンに飛び込んでタッチダウン、福岡サンズ6点追加としています。見事タッチダウンパスキャッチを決めましたのは福岡サンズ16番の和田青年、失礼しました、関西学院大学出身のプレイヤーです。そしてこのトライフォーポイントキック決めまして1点追加、プレアです福岡サンズ21点、オール九州0点、その差3タッチダウン差となりました。タッチダウン3つを取り最初に伝えるのと大きく離しました。原選手の落ち着いたキャッチから落ち着いたランアフター、素晴らしいタッチダウンです。さあ着々とタッチダウンを重ねております。プレアです福岡サンズのキックオフで試合再開となります。しかしサイドラインに乗りまして反則となります。少しサイドライン
さあ先ほど同様キックオフの反則がありました場合には出た位置からの5ヤードの罰則か、5ヤード下げての蹴り直しか、あるいは自陣35ヤードかのいずれかを選択できますが、オール九州どれを選択するでしょうか。オール九州5ヤード下げましてキックオフやり直しを選択しました。さあサイドラインを割る後5ヤードを開始し、もう一度福岡さんからのキックオフです。さあ自陣 30ヤードからのキックオフやり直しとなります。5ヤード脱退したいことによりキックが少し短くなるという予想しているでしょう。さあ中央付近に飛び込んだリターンに入ります。中央九州リターンが10番中央蹴り込みまして、2点36ヤード付近からの攻撃を得ます。ゴール九州リターンは10番の張本でした。ユニコーンからの選手です。さあ大井九州自陣36ヤードからのファーストアンテン。さあまずランプレーから始めました。ラニバック9番ハンドルで左側の展開進略2ヤードのゲインとしています。失礼しました。クォーターバック9番の松田でした。ユニコーンの選手です。オール九州セカンドラインボールオンは自陣36ヤード。セカンダーエイト、さあこの中央ランプが出ます。スキャミラ10番一瞬の試合中央に中央を切り込みまして、6ヤードのゲインに変えています。オール九州ランニング10番は谷本ユニコーンの選手です。残り2ヤードスターダウン、果たしてどのようなプレーを持ってくるか。オール九州さあ中央に選手を固めた、2周点突破する。さあクォーターバックともども全員でなだれ込むように攻撃権更新図りましたが、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。先ほどのオフェンスの際に不正なプレーがありました。5ヤード、オフェンスはプレー開始前に 1秒の制止が求められりますが、先ほどは1秒止まっていなかったという判定です。従いまして5ヤード抜体しサーダウンやり直しです。サーダウン7、5番ロングパスを通りました。こちらに走り込んだ17番に総力でパスが図らんというところでしたが、これを21番見事にカバーしましてパス成功と変えています。結果的にオール九州ボールスタッチに変わります。オール九州パンクフォーメーションを取ります。この担当非常に飛距離が出ました。
石川さんというところでしたが、パントはエンドゾーンまで入りましたので、結果的にタッチバックとなります。パントがエンドゾーンに入るタッチバックとなりました場合には、攻撃権は相手チームギリ20ヤードパンの攻撃となります。従いまして攻守変わりまして、今度は試合に福岡さんとギリ20ヤードパンの攻撃に変わります。さあ、大九州のナイスパントだ。報酬変わりまして、福岡サンズ自陣20ヤード、ファーストダウンテン。ディフェンスライバルだった素晴らしいステップワークで大きく中央を切れたりまして、一気に攻撃権の中央金まで全ての足を見極めていました。トーカさんのクラスター見事なランを平和フローしています。中央大中京大失礼しました中京大学出身のプレイヤーです。さあ、ここで中央のアンプレを展開します。タックル受けながら、ランニング23番、失礼しました、22番でしょうか。セカンドへ方向粘りまして、約4ヤードから5ヤードリーンと締めています。イタリア22番はババ、セーランバクニア学出身のプレイヤーです。セカンダウン6、ランニングバック木田選手の中京大学出身コンビ。さあ、その半田選手が走るぞ。今度は詰まりが良かった大野選手、今度はクォーターバックが中央突破なんて、ほぼ決め打ちに近い格好で中央に切れ込みまして、約3ヤードのゲインに変えています。サーダウン3、ここを止めてオフェンスにつなげたいところ。さあ、ここはスルスルいけよ、バーバー選手。ここで中央ランプレー、福岡サンズファースター。ファースター、ここは中央ランプレーをランプレーをランニングバック22番に託しまして、22番に2回に答えると1件更新です。福岡サンズファースター。ここで第3のランニングバック22番のババの素晴らしいランが展開されております。西南学院大学出身のプレイヤーです。さあ、攻撃の展開続きます。プレイヤーズ福岡サンズ、ボールオンは相手陣43ヤードからのファーストアンテン。ナイスクォーターの藤橋さん下がりまして、ロングパス投入というところでしたが、後半段のスクラムに決まりまして、約9ヤードのゲインと書いています。見事な判断をしております。クォーターバック18番は半田、中京大学出身。さあ、セカンダー1ヤード、東海学生において近年非常に力をつけております、中京大学出身のプレイヤーがここで活躍しております。このパスを取りましたのはオール九州のプレイヤーでした。インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー、攻撃権変わりましてオール九州に移ります。さあ、オール九州は
さあ攻撃権を取り返しましたオール九州、自陣20ヤードからの攻撃に入ります。オール九州ファーストダウン、ファーストダウン、オール九州です。さあパスを投げるも反則成功、クォーターバック9番プレッシャーでつく、ワイドシーは14番にパスを通りましたが、パスはコントロール乱れまして成功となっています。ボール九州自陣20ヤードからセカンドインプレー、ボール九州セカンドインプレーです。さあ自らボツだ、クォーターバック9番ダニエルスにトスをするフェイクから自らキープ展開を図らんということでしたが、しかしこれは福岡さんをカバーしております。1ヤードロスに変えています。ゴール九州自陣19ヤードからサーダンゲーム、ホール九州サーダンイレブン、モーション、さあパスプレーか、パスでパスだ、クォーターバック9番右ロールアウトからダブルシーバー14番にパス、14番これは見事にキャッチして攻撃権更新です。ホール九州見事なパスを投じたクォーターバック9番のマスター、ユニコーンのプレイヤー、そして取りましたワイドレシーバー14番は CA コンタクトのプレイヤー大塩、ワイドレシーバー86番の大津九州大学出身、さあ残り時間はしかし刻一刻になっている、さあ私をパスで、しかしここは投げ捨てか、パス不成功、パスを投げ捨てる形で止めました。残り1秒となっています。先ほどのプレーセカンドダウンでした。攻撃権更新にはしかし至っておりませんでした。1秒となります。さあサーダンに変わります。さあ残り時間1秒、おそらく前半最後のプレーとなります。福岡サンズのディープゾーン、さあボールオンは自陣47ヤード、非常に厳しい位置の残り50ヤードのタッチダウンを狙うワンプレーとなるでしょう。さあパスは通りましたが、しかし中で倒されました。ここで前半の時間が終了となりまして、ここで前半戦終了です。オフェンス中
チームに反則ありましたが、この反則は取られます。この試合前半終了という点になっています。前半戦終わりまして、プロ野球福岡さんに続いて本九州で予定となりまして、現在福岡サンズが3タッチダウンリードする形で前半終了となっております。ただいまより九州のチアダンス、チアビーリングチームの全11チーム、しかし約200名によるスペシャルマッチ、両方とも白熱した一戦となっております。ぜひお楽しみください。素晴らしい一戦です。第1回九州福岡、九州ボール前半戦終えている状況で、現在ハーフタイムに入っております。